はい、皆さんこんにちは。カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10やっていきたいと思います。今はですね、アストルティア2周年カウントダウンというね、この後行われるんですけども、そのオープニングとしてね、タイトルコールを先に撮っておこうと思って、撮影を始めました。時間がですね、23時45分から、始まるんですけども、ただいまの時刻は23時ちょうどでございます。で、ここのね、ゲルト海峡の、何でしたっけ、橋上の宿の前で皆さんと待ち合わせしております。まだね、時間が早いせいもありまして、ここ花火の打ち上げスポットとしてはね、いい場所なんで、運営の方からもね、おすすめされていた場所なんですけども、まだどなたも来ていないという状態です。まだ誰もいませんね。なんでね、先にちょっとオープニングだけ撮ろうかと思ったかと言いますと、おそらくね、皆さん集まってきたらわさわさしてね、タイトルコールしてる余裕がなくなるんじゃないかと予想しまして、あらかじめ、おお、来ましたね、あらかじめね、撮影をさせていただきました。ではね、また皆さん来ましたらね、撮影の続きを始めていきたいと思います。はい、ではですね、ただいまの時刻23時47分となりました。それでですね、皆さん集まってきております。ただいま集まってるのがですね、クワリューさん、ナイトさん、サイクロンさん、ルカさんが、来てくださっております。ではね、花火ね、上げていきたいと思います。これどうやってやるのかな。使うもの、一応打ち上げ花火とかね、いっぱい用意してみました。まただろうつってあ、ここで打ち上げると、あの奥に上がるんですね。なるほど。結構ね、皆さんいっぱい持ってきてんじゃないかなと思うんですよ。いいっすね、なかなかいい感じじゃないですか。で、これ、ね、ここでね、終わりましたら、ルカさんの家にね、ご招待されてますので、みんなでね、ルカさんの家の方に行きたいと思います。うちに飛んで、了解。ルカさん宅に行きましょう。行きましょう。サイクロンさん、サイクロンさんも、フリありがとう。はーいと、はーい。なんかね、久しぶりにチャットがですね、聖徳太子状態でしてで、道具で、ルカさんの家に行きたいと思います。ですね、今ですね、ルカさんのお家の前に集まっております。ルカさんのフレンドと、私のフレンドさんたちですね。で、この時のためにルカさんがこの家の前のね、
いろんな飾り物を大金はたいて集めてきたそうです。すごいね、なんかね、綺麗ですよね。こんなの売ってるんだと思いました。ちなみに、ヒロさんとこちらのユータさん、ユータリンさんがルカさんのフレンドさんですね。あとサイクロンさん、ルカさん、クワリューさんは私のフレンドになります。あとジュンさん、ソラさんはあれだよね、こんな感じかな。ソラさんはね、ちょっと今日は他の方に行っていて、合流がもしかしたら難しいかなという感じでしたね。花火ね、あげましょうか。花火。このね、ドラクエのチャットがですね、まだいまいち慣れませんで、花火。やります?花火。あ、ナイトさん待ちね。了解です。了解です。あれ、ナイトさんどうしたのかな?来た?あ、来ましたね。ナイトさんも、私のね、フレンドさんになります。あ、花火買ってる。花火を買ってるそうです。カウントダウン始めるよと来ましたね。え、今何時でしょう?今ですね、23時56分ですけど、お!あげますか。まだだ。あと4分。そうだよね。あと4分ですよね。5っていうのは5分前ってことだったのかな。今56分ですからね。まだやめな。ぴったりに上げようとしてるんですかね。じゃあカウントダウンに合わせて花火やっていきましょう。お、4ときた。この馬車ね、いいと思いません?これね、座れるんです。いいっすよね、これ。売ってんだね、こんなの。どこで売ってんだろう。お、3になりましたね。ちなみにルカさん宅全景を写しておきますかね。こんな感じですよ。なんかね、このスライムのポニョ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 、なんかちっちゃい花火みたいの、これかわいいですね。こっちにもありますね。さてと、もうちょい、58分ですからね。お、来ましたね。2。
クワリューさんのこのポーズなんだろうな。さっき疲れちゃってんのかと思ったんですけどね。あんなポーズあるんですね。ちなみに花火はね、いっぱい持っては来たんですけど、手持ち花火っていうのはね、この前のなんか縁日みたいななんかクエストでね、手に入れたんですよ。こんな感じ。なんかね、あのクエストも、おお、あと1だって。これどうやって終わりにするんだ、この花火。あ、終わった終わった。勝手に終わりましたね。どうしようかと思っちゃった。見通しいよって。なんかね、景色いいんですよ、すごい。あ、上がってるし。あれは他の家であげてんですかね。もうみんなあげたのかな。あ、これこのちっちゃい花火か。大きい花火が上がってんのかと思っちゃった。ではね、ちょっと準備して、どれあげますかね。黄色いのあげちゃいますか。来ますよ、花火。よし、あげましょう。もう一発いっちゃいますか。どうやって飛んだっけ。こんな感じですか。おっしゃったらどれだっけ。写真の使い方がようわからんぞ。一発あげましょう。さらに上げちゃいますかね。もうここで上げないとないですね。なんかもう雲曇ってきてるけど、これ花火のあれですかね。煙でなんか白くなってる気がする。白いよ。花火切れた。まだあるよ花火。この辺で上げますかね。もう一回。いまいちこう綺麗にあれしないな。この辺でいいかな。もう一回。何をしようとしてるかというとですね、ちょっとプリントスクリーンをね、しようとしてるんですね。OK、これでいったんじゃないかな。ブログにね、ちょっと載せたいと思いまして。クラッカーってそういえば、どんなやつなんですかね。クラッカー。はははは。これがクラッカー。クラッカー。
ラッカー10個もいらないんじゃーんって感じですけど、あ、なんかああいう大きくの花火があるんだね。ポンと。あれですよね、みんなあちこちでこうやって花火を上げてるんですよね。すごいですね。お、スライムでしたね、最後の一発。全部使っちゃいますかね、クラッカーが。あとまだ8個もあるな。手持ち花火にしようかな。手持ち花火、紫。あ、本当だ、風船。あれ、なんで風船？そんなのあるんだ。自動花火とともに、あ、終わっちゃった。手持ち花火、青。これでね、なんかこの後焼肉とかできるといいんですけどね。焼肉とかできないから、ね、なかなかいいっすね。ドラクエの世界って面白いですね。こうやってなんかみんなで集まってこれるっていうのがね。ぜひね、今から始めるドラクエ10ということでやってますけども、この動画を見てね、まだドラクエ10やってないっていう方がねいらっしゃって、でもしねやってみたいなと思ったら、ぜひ一緒にドラクエの世界で遊んでいきましょう。バラルさんもね、結構ゆっくりねやってますので、今からね本当に始めたとしても追い抜いちゃうぐらいのね、ゆっくり私の方をやってますんで、ぜひね皆さんもドラクエの世界に来てみたらいかがでしょう。かなりね面白いですよ。そんなこんなで、まあこの辺でね動画の方を切らせていただいて、で流しっぱなしでね撮ってましたけども、一部編集しながらねやっていこうかななんて考えてます。お、なんか光ったぞ。なんだこういう技があんのかな。写真撮ろうよ、写真がね、どうやって撮るんですかね、これ。スライド取る8、あ、これで取るんだ。あ、終わっちゃった。あ、取れました。写真の撮り方ね、クエストでやったんですけどよく分かってなくてですね、撮りますよ。お、いいっすね、こう写真いいですね。もっとバチバチ撮ればよかった。
いちあれかな、みんな映ってないかな。こんな感じでしょうか。よしよしよし、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。もうちょっと引ければいいんだけどな。ジャンプ、あ、ジャンプってこれか。ね、今どんな気持ち、どんな気持ちだい。いいっすね。これ写真面白いな。もっと あちこちいろんなとこで撮りますかね。よく使うコメントである、あれ今読んでなかった。あ、これでオフですね。よし、わかったわかった、使い方覚えました、写真の。今更ですけどこのピカンピカンってなんだろう。ピカンが分かんないよ、どういうこと。これしかね、ポーズの仕方を知らないんですよ。だからみんなこのね、写真これで写ってるんですけど。まだ花火あったっけ。一回取らなきゃダメかな。道具使う、花火、あ、まだあと一歩ありましたね。これ使ってで写真にして花火使ってるところを撮りましょう。いいんじゃないですか、これでね。じゃあね、今回はこの辺で、動画の方を終わらせていただきます。あ、急に歩っちゃった、歩っちゃった。はい、皆様、ご視聴ありがとうございました。はい、ではですね、なんかこれから鬼ごっこ逃走中をするということみたいですね。で、ゆうたりんさんが鬼で、それ以外の方が、逃げると。どうやって捕まうんですかね。 OK です。どうやって捕まえるんですか。100ゴールド参加費ということですね。どうやって払うのかな。取引、取引でいいのかな。あれ、これでちょっとチャットで聞いてみましょうね。取引でやる、 OK ですか。取引で OK、 あ、 OK ね。じゃあゆうたりんさんに
取引で取引相手いなくなりました。渡すものを選ぶ。ゴールド、100ゴールド決定と。あ、なるほどね、こうやってお金も渡せるんですね。初めて知りました。それでね、勝ったら、ゆうたりんさんからお祝いクラッカーをもらえるということみたいです。でクラッカー1個ね100ゴールドなので、ゆうたにさんに100ゴールドをお渡ししたと、そういうことみたいですね。なんかね、あのこちらのゲームでも鬼ごっこをやることになったみたいで、このエリアでもこれね、ブーストも使えないし、あーそっか、こういうあれだな、あこれやばい、人んちじゃないのか。マップをちょっと見とかないとまずい。家の中はなし。家の中なしでスタイルって言ってる。あ、意外とここむずいんじゃない？行き止まりじゃん、ここ行っちゃったら。ねえ。行きますって言って、この辺にさあ、お祈りじゃない、お祈りじゃない、座って隠れるってどうですかね。もういいよって。走ってるのがそうですかね、ちょっと分かりにくいな。他のゲームと違ってね、マップにあの人が表示されないので、どこにいるっていうのを目視で見つけないとダメですね。あれはルカさんかだよね、多分ね。走ってます、ルカさん走ってます。やべえ、ルカユータリンさんってどんな格好してたっけ。結構大きいごっついやつですよね。これじっとしてても動画的には面白くないかな。ルカから仲間に誘われました。アウト。あ、クワリュウさん。クワリュウさん捕まっちゃったみたいです。意外とね、ここ見つかってないんだと思うんだけど。
ヒロが仲間に加わった。あ、やべ、あ、いた、あれだ、あれ、そうだ、追っかけてます、追っかけてます。5番地行ったよ、だって。あ、ここやばい、ナイトさんうちに行って、あ、捕まったらあれですね、イルカさんの家に行くのかな。クワリュウさんとサイクロンさんは捕まっちゃってますね。あ、やべ。捕まってしまいました。なるほどね、いいねをねやってたんですね。では座って待ってましょうか。なかなかうまいっすね。これだと全体が見えないな。クワリュウさん反省中。サイクロンさんのあの衣装いいですね、なんかね、着物みたいな、おしゃれですね、着物と帽子で。どこにいるんですかね。捕まりました、捕まりました。3番地のゆえの裏にいる。あ、いたいたいた、走ってますね。でも相手がいないな。マップに映ってますね。そっか、仲間になると映るのか。捕まったみたいです。ヒロさん捕まっちゃいました。あれ、これでみんなかな。 1,2,3全員ですかね、これで。あ、ナイトさんか。ナイトさんいますね。ナイトさんどこ行ったんだ。あ、仲間になってるってことは、3番地にいるのがそうかな。ルカさんとナイトさんは今仲間になってるんで、3番地に2人緑の矢印がありますよね。あれがルカさんとナイトさんだと思われます。3番地ってことは、どっかその辺にいるんですね。あ、ナイトさんいた。ってことは、あの家の裏にルカさんがいるんですね。
で、鬼は仲間になってないからマップには表示されないんですね。あ、いたいた、鬼いました。家の中は禁止。鬼はどこ行きましたかね。お、3番行きましたね。お、ウルカさん逃げてます。お、ウルカさん捕まった。ナイトさんの優勝ですね。そうするとね、おめでーす。はい、集合しました。ではね、鬼ごっこは見事ナイトさんが優勝でした。ナイトさんにね、なんだっけ、クラッカーをね、ゆうたりんさんから授与されると思います。ではまあ、こんな感じで鬼ごっこ終了です。